帰りなさい。殿、寂しかったです。殿、もう少しそばに寄ってもいいですか？別に深い意味はないんですが。恥ずかしいんですけど。えい！殿、私の活躍を見ていてくださいね。
私がいますから、もう大丈夫です。泣かないでください。私がいますから、もう大丈夫です。泣かないでください。泣かないでください。力任せじゃ勝てませんよ。戦は頭で戦うものです。私で大丈夫かな。私で大丈夫かな。きっと、大丈夫だよね。私で大丈夫かな。大丈夫だよね。私で大丈夫かな。きっと大丈夫だよね。あんなところに猫が。ちーちゃん、さーちゃん、助けに来ました。私で大丈夫。戦だけは得意なのよね。物の持ち込みは禁止です。天下の大阪城にお任せあれ。もう何も心配するな。すべて私が蹴散らしてやろう。もう何も心配するな。すべて私が蹴散らしてやろう。天下の大阪城に私のお茶を飲めや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 。水はいいよ。国王のためなカニザメの餌食です。もう何も心配するな。純然たる騎士の刃。
黒人領主である鹿主が居住していたらしいです。イダマの白ウサギにゆかりのある白ウサギ神社を復興したとも言われています。それと海外に興味があって朱印船貿易とかもしてました。あとちょっと寂しいのは苦手です。もう少しそばに別に深い意味はないんですが、温泉がすごく好きなんです。心も体も癒されます。で
人じゃ寂しくて入れないので、殿も一緒に。ユリ嬢ちゃんって可愛いですよね。私勝手に親衛隊をやらせてもらってるんです。私の出番ですね。任せてください。できれば海外へ出陣したいです。殿、私の活躍見ていてくださいね。悠久の神の名にかけてお守りします。荒木の小座敷も作りましょう。はい、とっても楽しいです。ハマはあっさり否定されました。ダメ、お城が燃えちゃう。やっぱり似合わないですよね。バニーは恥ずかしいんですけど。恥ずかしかった。任務をこなします。殿と一緒ならいつでもお守りします。悠久の神の名にかけてお守りします。マニザメの餌食です。これが二層流です。助けに来ました。バットのごとく離脱します。勝てました。温泉行きたいです。私の名前はシカノジョ。ウサギだからといってぴょんぴょんなんて言わないです。香木の匂いを嗅ぐと落ち着く。あ、ああ、殿、いつからいたんですか？